はい、パーソナルトレーナーの中西です。今回は、昨日ですねインスタグラムで、肩こりを解消するためのポイントっていうのを発信させていただいたんですけども、実際にエクササイズというかこういうのやってほしいなっていうのを、文章でなかなか伝えづらいなっていうのを思いましたので、動画でちょっと残していきたいなと思います。でまず一つ目ですね、一つ目は姿勢を良くするっていうふうにお伝えしました。で姿勢といっても、皆さんこう姿勢を良くしたらいいっていうのは多分ご存知だと思うんですけども、肩こりって考えた時に一番やっぱり気になるところは、横から見た時に頭がねこう前に出ている場合ですね。重力が上から下にこう乗っかってきてるので、頭が前、体よりも前にあるとこう頭がそのまま行くと落ちようとするので、それを首が頑張ってくれてます。なので結構こう首こり肩こりっていうとマッサージして緩める方も多いと思うんですけども、実際は首とかっていうのが頑張ってくれてるので、緩めすぎると余計にこう肩がしんどくなります。まずは頭の位置をしっかり体の上に置いてあげる。積み木と一緒ですね。やっぱ崩れてると全部が不安定になるので、頭の位置を体の上に乗っけてあげるっていう、ここにあるかどうかっていうのを確認をするのがまず一つ目です。で二つ目はですね、座る時間を減らすっていうところですね。でこれは、デスクワークのとか方が多いと思うので、実際こう座る時間を減らすっていうのは難しいと思うんですけども、例えば1回、1時間に1回立ち上がってちょっとぐーっと伸びをするとか、ちょっとトイレって言って1時間に1回ちょっと一周だけでも回るとかね、そういうのでも全然違ってくると思うので、1時間に1回目安でこう血流を良くしてあげるっていうのがすごく大事になってきます。でもう一つが歩くですね。歩く時間を伸ばしてあげましょう。でやっぱりこう歩くだけとか、歩くの大事だよねって思われると思うんですけども、歩くって実はこう全身の血流をねしっかり良くしてくれたりとか、ちゃんとした歩き方ができてるとそれだけで足が細くなるし、ウエストもくびれるし、実はこう腕を振ることで肩甲骨も動いてるので肩こりの解消にもすごくいいです。なので、ちょっと歩くっていうことに時間を使わないといけない方も多いかもしれないんですけども、1日10分とかだけでもですね、散歩とかに行くとちょっと良くなると思います。で他の肩こりだけじゃなくて、いろんな目線で歩くっていうことはすごくいいことなので、できたら朝一ですね、日光も浴びて10分ぐらい、散歩してあげると、すごく体にとっていいと思います。はい。で目の体操ですね。目の体操、実は目と、肩こり首こりっていうのはすごく、関係が深いです。なんでかっていうところはちょっと専門的になるので置いとくんですけども、一つはデスクワークでずっとこう一点を凝視する、ずっと一点を見るような日常生活が増えてます。スマホもそうですね。スマホもそうです。なので、目の疲れが目が疲れて頭痛とか肩こりに来るみたいなのって昔から言われてると思うんですけども、目の体操っていうのもすごく大事になります。どうやってやるかっていうのはぶっちゃけ何でもいいんですけども、一つはこう指先をですね自分で立ててあげて、ゆっくりこれを追いかけていく。顔は正面を向いたままゆっくり追いかけていく。端っこまで行ったら戻ってきて反対とかですね。これ上下も一緒です。上、特に目で上を見るっていうのが苦手な方が多いので、上から下までしっかり動かしてあげるっていうのも一ついいですし、例えばこう上から順番にこうゆっくり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 こう時計回りに回していく、いったら反対回しとかですね、こういうふうにゆっくり円を描くとかでもいいですし、マッサージしてあげるのもいいです。目を温めてあげたりとか、例えばこの
目の上ですね、目の上のくぼみのところをグーって押してあげて、ちょっと軽くマッサージしてあげるとかでも目が休憩できますね。はい、まあ、ちょっと今日は軽くのご説明ですけども、こういう感じで目の体操もしてあげてください。あとはさっき の座る時間を減らすっていうところにもつながるんですけども、まあ、1時間に1回ぐらいですね、腕を上げて深呼吸していってあげてください。伸びをする。でやっぱりこう子供の頃って運転をしたりとか、こうスポーツでね、なんかこう上から腕を振って投げる動作とかっていっぱいしてたと思うんですけど、大人になればなるほど肩よりも腕を上げるっていう動作が減ってきます。で減ってくるんですけども、この脇のところってすごく血管とか神経とかも通ってますし、通ってるのに血流が悪くなりやすいっていうところなので、しっかりこの体側だったり脇のところを伸ばしてあげるっていうのがすごく大事になります。なので、まあ、1時間に1回ぐらい目安ですね、こうぐーっと上に伸びてあげるっていうのもすごく大事です。で伸び方なんですけど、みんな伸びてくださいっていうと、どうしてもこうやって体を反ってしまいがちなんですけども、まず指を組んで手のひらを外側にします。でこのままぐーっと上にですね、上に伸びます。後ろじゃなくて上に伸びていきます。でこの時に息も吸いながらですね、で横からふーって下ろしてあげるっていうのを、まあ、3回とか5回とか、まあ、回数は体が楽になる回数をやっていただいたらいいと思うんですけども、まあ、1時間に1回目安でしっかり体を動かしてあげましょう。そうすると呼吸も血流も良くなってくるので、肩こりも少しずつ解消されやすいと思います。で最後に背骨を動かすっていうところなんですけど、まあ、背骨を動かす、まあ、エクササイズもいっぱいあると思うんですけども、まあ、今回は普段できることというか、デスクワークとかでもできること、デスクワーク中とかでもできることとしてあげたいなと思うので、背骨を動かす、一つはさっきの、続きですね、手のひらを組んでもらって、今度手のひら内です、内にしてもらってぐーっと猫背を作ります。猫背をで、ここからぐーっと胸を開く、息吐きながらぐーっと背中を丸めて、息を吸いながら胸をちょっと開いていきます。吸いながら胸を開いてくる、まあ、こんな感じで、ちょっと背骨の体操ですね、体操とかもしてあげるといいかなと。でまあ、こうやっていろいろご紹介してるんですけども、僕が皆さんが知ってて習慣にしたらいいよって思うものは、まずはラジオ体操です。ラジオ体操、あえてすごくちゃんとやるとめちゃくちゃいい、まあ、エクササイズにもなるし、すごくいい体操ストレッチになりますので、一回めちゃくちゃ真面目にやってみてください。朝一とかやるとすごく体ポカポカしますし、1日の質が良くなると思うので、ぜひね、まあ、1番なんか3番とかまでありますけど、1番だけで全然結構なので、ぜひやってみてください。はい、肩こり解消できる方がいっぱい出てきたらいいかなと思います。また感想もお待ちします。ありがとうございます。